うわー、腹減ったな。昼飯食おう。え？何この店？世界一の回転率目指してます。高速うどん光。早そう。何？吉野家の20倍？めっちゃ早いな。電子マネーのみ対応。あ、なるほど。スピードを求めるために。気になるなぁ。と、行ってみるか。すいませんー、いらっしゃいませー。一人です。はや、はや、ね、他選べないですか。確かにですよ。あ、じゃあこっちで。ありがとうございます。すいません、では続きです。パスもね、パスも。はい、ありがとうございます。はやー。何が起きたかわからんかった。あ、すごい。もともと作ってあったってことなんかな。熱っ。あ、すごい。あったかいんや。こんな早い店初めて来た。食べてみるか。いただきます。あ、すいません。はい。おお、すごい。水予測してたんや。早っ。すっごい早いな、マジで。なんで、え、店員さんベッドかぶってる。どんだけスピード出すつもりな、あの人。あと、うわ、すげえ。瞬速履いてる。懐かしい。こだわってるね。あ、姫様ですか。名前書いてお待ちください。あ、この店でも並ぶことはあるんや。休憩入ります。戻りました。早いな。休憩できた。何してた今。一部様、名前書いてお待ちください。すごい混んでる。お客さん、喋ってない、喋ってください。すいません。食べんの時間かかるんすよ。はい。あ、むちゃくちゃ暑いから、食べんのすごい時間かかるから、スピード求めない方がいいですよ。うち鍋焼きうどん専門店なんですよ。じゃあだから回転率とか求めない方がいいですね。うちは早い、暑い、うまいをモットーにしてるんですよ。あ、マッチしてないですよ。その早いと暑いが全然噛み合ってないですよ。はい。いや、早いじゃなくて、いや、その分からないから、あの暑いと遅くなるんすよ。相対性理論ですか。あ、違います。全然違う。食べてください。めっちゃアホなんや。もったいな。わあ、あの対応のスピードめちゃくちゃ速いのに、鍋焼きうどんのせいで回転率が悪い。回転率も悪いし、店員の頭も悪い。でも創業25年って書いてあるよな。儲かってはいるんや、こんな変な店やのに。やすごいな。うわ、ついに一席空いた。いらっしゃいませ。来た来た来た。早い、ここ早い。待って待って。あ、すごい。はい、早い早い。先輩5000のペリーです。早い早い早い。ありがとうございます。ここはさすがないよな。5600円。ちょっと待って、あいつ高速に紛れてぼったくってない。お客さんも5600円払ったことに気づいてない。え、俺も払ってた5600円。早いと気づかないんすよ。あ、確信犯や。やば。5600円。電子マネーのみ対応、このためか。うわ、気づかへんから。やば、うどんでぼったくってる店初めて見た。怖っ。ちょっと帰ろう。ごちそうさまでした。あ、あの皆さん、ここめっちゃ高いんで値段マジで気をつけてください。はい、ちゃんと聞いてください。いらっしゃいませ。あ、OK です、あります。先払いありがとうございます。800円です。いや、対応早。ありがとうございました。